はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は自立心を兼ねまして北海道旭川市からベトナムの首都ハノイに旅行に行った動画のパート2です。皆さん、ハノイの郷土料理知っておりますか？ハノイの郷土料理で有名な料理はブンチャーです。それ以外にチャーカーと呼ばれる料理も有名だそうです。今回の動画ではこの2つの郷土料理を食べております。それ以外にビジター利用ができるジムやハノイナンバーワンの高さの展望台、日本人街にありますカラオケラウンジなどにつきましても紹介させていただいております。 4K 映像かつ20原稿の字幕を歯車マークから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。パート1の動画では北海道の真ん中、旭川空港から羽田空港、その後成田空港からハノイ、ノイバイ空港まで合計区間マイル2870マイル、距離で約4618km を移動しております。また成田空港とノイバイ空港の両替レートにつきましても紹介しております。私は2022年11月にハノイを旅行した模様の動画も作成しております。また同じベトナムの都市でありますホーチミンを旅行した模様の動画や、タイの首都バンコク、そしてマレーシアの首都クアラルンプールを旅行した動画も作成しております。ぜひこちらの動画もご覧いただければと思っております。ハノイ旅行2日目の朝、宿泊しておりましたビクターメトロポリスハノイホテル&ルーフトップバーの朝食を食べました。朝食会場は泊まっているホテルではなく少し離れた系列のホテルにありました。こちらの朝食ではさまざまな種類の料理を好きなだけ食べることができました。こちらの女性がオムレツやフォーを作ってくれました。お菓子を入れておりますが、すごく綺麗な女性だと思いました。笑顔が可愛かったですね。私はゆったりした席で朝食をいただきました。ベトナムと言ったらやっぱりフォーですよね。何回食べても美味しいですね。それ以外の料理も美味しかったです。私は朝食を食べた後、ビジターで利用ができますアルファフィットネスジムに行きました。こちらは以前トップジムという名前でした。こちらの場所はハノイ市の中心ホアンキエム港から約 2km の場所にあります。私はジムがある場所まで配車アプリのグラブバイクを利用しております。鉄道の高架橋を作りました。まだ朝早かったのであまり人が歩いておりませんでした。グラブバイクでホテルから5分ぐらいでアルファフィットネスジムに到着することができました。こちらのジムはビジターで利用することができます。利用料金は15万ドン、日本円で約900円でした。こちらにはシャワー室もありましたが、タオルのレンタルはありません。ロッカー機の鍵ですが、南京錠を借りることができます。ジムでは朝から筋トレや有酸素運動をされている方が結構いらっしゃいましたね。わしはジムで筋トレをした後、ハングバック通りにあります両替所に行きました。両替所や宝石店が立ち並んでおりますハングバック通りを歩いております。多分果物だと思いますが、バイクの後ろにこれでもかと積まれているバイクも走っておりましたね。私は右側に見えます両替所で両替しました。こちらの両替所の場所ですが、ハノイ市の中心ドンキンギアトゥック広場から約300メートルの場所にあります。今回両替レートが良かったお店は黄色の枠のお店でした。こちらのお店の両替レートは1万円で170万ドンでした。この両替レートはノイバイ空港とそこまで差がありませんでしたが、近くにお越しの際はぜひこちらで両替されると良いと思います。私は両替所の近くにありましたスパというお店でフットマッサージを受けました。こちらのお店は先ほど紹介しました両替所の目と鼻の先の場所にありました。
私が行った時間はお客さんがいませんでしたので、スタッフの方が暇そうでしたね。こちらのお店ではマッサージだけでなくネイルなどのサービスを受けることができます。私が受けました60分のフットマッサージの料金がチップ込みで40万ドル、日本円で約2400円でした。このお店に2022年11月にも来店しております。その時もマッサージが丁寧で気持ちよかったんですが、今回もとても気持ちよくさせていただきました。次に行った場所は展望台やお土産が買えるスーパーがありますロッテセンターハノイに行きました。こちらの場所はホアンキエム湖から約 5km の場所にあります。妖怪中やマッサージ店がありましたハングバック通りから向かいたいと思います。右に見える建物は劇場なんでしょうかね。わかる方がいらっしゃいましたらコメントで教えていただければと思います。しばらく走行していきますと高層ビルが見えてまいりました。このビルには旭川にも店舗があります無印良品のお店がありました。こちらも超高層ビルがロッテセンターハノイです。無事に到着することができました。私は最初にハノイスカイという展望台に行ってみました。ロッテセンターハノイは高さ272メートルでベトナムで3番目に高い高層ビルだそうです。展望台の料金は一般の大人の方で23万ドン、日本円で約1380円でした。私は奥に見えるエレベーターから展望台に行きました。私はエレベーターの回数表示を眺めておりました。あっという間に65階展望台に到着しました。エレベーターを出ますとハノイスカイのモニュメントがありました。私は展望台からの景色を撮影しながら歩きました。撮影時間が長かったので再生速度を上げて紹介しております。奥に見えます大きな湖は最高です。こちらにはカフェもありましたね。このテーブルでドリンク飲んだら最高じゃないですか。今見えましたバーでドリンクを飲みました。こちらのバーのメニューです。私はパイナップルとスイカのミックスジュース12万ドル、日本円で約720円を注文しました。私は眼下に広がるハノイの素晴らしい景色を見ながら飲みました。このジュースとっても美味しかったですね。こちらではハノイの景色を見ながらジュースやお酒を飲むことができますのでおすすめだと思いました。展望台にいたとお土産を買うためロッテマートに行きました。ロッテマートはスーパーマーケットですのでいろいろなものが売っておりました。こちらの牛肉入りの方は3万8000ドン、日本円で約230円で買うことができます。私はロッテマートでお土産を買ったんですが、甘くて美味しいココナッツコーヒー6万4100ドン、日本円で約380円と簡単に牛肉入り方のスープを作ることができますブイヨン1万5500ドン、日本円で約90円を購入しました。この動画をご覧いただいている方でベトナムには遠くていけないよと思っているそこのあなた、アマゾンで買うことができるんです。私が購入したものと同じ方のブイヨンは692円で販売しておりましたし、ココナッツコーヒーは私が買ったものではありませんが880円で販売しておりました。興味ある方はぜひ Amazon で購入してみてほしいと思います。わしはロッテセンターハノイに行った後、昼食を食べるためにハノイの郷土料理ブンチャーの人気店ブンチャーダックキムに行きました。ブンチャーダックキムまで配車アプリでグラブバイクに向かっております。このエリアはハノイ市の旧市街で観光客や
地元の方もたくさん歩いておりました。ロッテセンターハノイから約4km、グランバイクで約15分でブンチャーダクキムに到着することができました。私は2階に座ったんですが、満席で日本人も結構見ました。ここでブンチャーについて紹介したいと思います。ブンチャーはハノイ発祥の料理で、ブンと呼ばれるライスヌードルを豚肉や肉団子が入った甘辛いスープにつけて食べる料理です。このお店はあのミシュランガイドにも掲載されている人気店なんです。このお店のメニューです。私はブンチャーと揚げ春巻きのセット12万ドン日本円で約720円とロンガンのジュース2万5000ドン日本円で約150円を注文しました。ブンチャーはオバマ大統領が来店しましたブンチャー4リエンで食べた以来です。ブンチャーのスープは甘じょっぱくて、ライスヌードルであります分を入れて食べますととても美味しいです。中に入っております肉団子は香ばしくて、これも美味しかったですね。ロンガンのジュースは梅ジュースのような味でした。こちらのブンチャーはハノイに来たら絶対食べてもらいたいお店じゃないかなと思いました。まずはブンチャーを食べた後、ハノイで一番おすすめのマッサージ店バンスワンフットマッサージに行きました。ブンチャーダックキムから歩きましたが、途中2022年11月に行きました。4の人気店4店がありました。4店から歩いて2分ぐらいでバンスワンフットマッサージに到着することができました。私は70分フットマッサージをしましたが、料金がチップ込みで28万ドン日本円で約1680円でした。激安マッサージですが、マッサージも丁寧で気持ちよかったですね。個人的にはこの店がハノイのマッサージ店で一番おすすめだと思います。私はマッサージを受けた後、ハノイの観光スポットでありますハノイ大教会に行きました。この辺りは緑があっておしゃれなカフェが立ち並んでおりましたね。ハノイ大教会はとても立派ですので、ハノイにお越しの際にはぜひ訪れていただければと思います。わしはハノイ大教会に行った後、ハノイ市の旧市街をブラブラしました。その後ハノイの郷土料理チャカの人気店チャカタンロンに行きました。この辺りもハノイ市の旧市街なんですが、昼間の雰囲気と異なっていて良い雰囲気じゃないかなと感じました。奥に見えるお店がチャカタンロンです。お店の中の様子です。閉店に近い時間でしたが、お客さんがたくさんおりました。このお店で食べることができますチャカとは、揚げた白身の淡水魚のぶつ切りをカレー粉で炒めて香草とブンと一緒に食べる料理です。このお店のメニューです。わしはチャカと揚げ春巻きのセット17万6千ドン日本円で約1060円とサイゴンビール3万ドン日本円で約180円を注文しました。こちらでは目の前でお店の方が作ってくれます。最初に揚げた魚のぶつ切りを炒めます。その後香草を加えて炒めます。最後に薬味やタレを入れて完成です。私はベトナムには何度か来ているんですが、初めてチャカを食べました。ネギの中に香草が入っていましたが、味に癖があったと思いますが、しっかり焼いていましたので思ったほど癖が少なかったです。揚げた川魚ですが、臭みもなくてカレー風味で美味しかったです。そしてタレや薬味を加えて食べたんですが、癖になる味だと思いました。最後ビールはライトな味なので飲みやすくておじさん好きですね。今回私はハノイの日本人街に行ってみようと思っておりました。ハノイの日本人街は地図でお示ししておりますが、3カ所あるそうです。その中で今回リンラン通りに行ってみました。リンラン通りは今回の動画で紹介させていただきましたロッテセンターハノイの近くにあります。全長約600メートルの通りに日本料理店やバー、カラオケラウンジ、日本人向けのマンションなどがあるそうです。これからリンラン通りに行ってみたいと思います。
からリンラン通りになります。私が行った日が金曜日の夜でしたが、そこまで人がいなかったですね。日本語で書いてあるお店がかなりありました。ここでは日本人も結構見かけました。この先も本当は動画を撮影していたんですが、ホステスさんに追いかけられて撮影した動画を消されてしまいました。動画で紹介できないのは残念ですが、カラオケラウンジがたくさんありました。今回私はリンラン通りにありますアンジェラというカラオケラウンジに行きました。このお店は日本語が話せるベトナム人女性と会話を楽しむことができます。そして曜日によっては生演奏やポールダンスショーを楽しむことができるんです。このお店のシステムとボトルのメニューをお示ししております。実際私が利用した際のレシートをお示ししております。一人で行ったんですが、指名した女性の分も合わせたテーブルチャージ代、その時に飲みましたお酒の料金、それに加えてサービス料金などが加算されておりました。この日の支払いはトータルで233万ドン、日本円で約1万4000円でした。ホーチミンのカラオケラウンジでは指名した女性を追加料金でお持ち帰りができるシステムがありますが、ハノイは基本そのようなシステムはないみたいです。この時おじさんは可愛いベトナム女性と飲んでただけでした。私が行った日には生演奏をしておりました。日本のポップスなんかも演奏しておりました。こちらでは日本語が話せるベトナム美女と楽しい夜を楽しめますので、おすすめだと思いました。この日最後に行った施設は、先ほどのお店のホステスさんからおすすめいただきましたロッテセンターハノイにありますルーフトップバートップオブハノイに行ってみました。お店のフェイスブックから拝借しておりますが、高さ272メートルのロッテセンターハノイの屋上にありますので、ハノイナンバーワンの高さにありますルーフトップバーだそうです。こちらではクラブイベントもやっているようですので、かなり盛り上がっているんでしょうね。これで今回の動画は以上になります。引き続き閉店時間でお客さんがおりませんが、トップオブハノイからの夜景をご覧いただきながらエンディングにさせていただきます。今回の動画ではベトナムの首都ハノイの郷土料理でありますブンチャーやチャーカーの人気店で食事をしてまいりました。また高さ272メートルの超高層ビルロッテセンターハノイにあります展望台やロッテマートルーフトップバーにも行くことができました。そしてハノイにありますおすすめできるマッサージ店でフットマッサージをしてリフレッシュできましたし、ハノイの日本人街にあります生演奏を聞きながらベトナム美女と美味しいお酒を飲むことができて、おじさん大満足の一日でした。今後作成予定のパート3の動画では、ハノイ旅行最終日の模様、ノイバイ空港のラウンジなどにつきまして作成していこうと思っております。もし作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャカ初めて食べたけど癖になるほど美味しかったな。